健在意識チャンネルです。今回は、ね、ご家族とかお友達とかが、亡くなるような経験されたことって、まあ、結構たくさんの方いらっしゃると思うんですけど、そういう時に亡くなる前とか後とかに何か不思議な体験みたいなのをねされていることがあるんじゃないかなと思うんですよね。で、今回そういうお話をしていこうと思います。そうですね、亡くなった後なんですけど、まあ、前も話をしたことがあるんですけど、主人の父が亡くなった時に、みんな家族が主人の家に、親戚とかね、主人の家にこう集まってた時に、こう一戸建てなんで、こう外誰かがこう歩いてる影みたいなのが見えたりするんですよね。で、道があって庭があって家があるんで、道を歩いてる人の影は見えないんですけど、こう家の庭とか周りをね歩いてる人の影は見えるんですよ。で、そしたら窓のところにこう影がこう通っていくんですよね。だから誰が来たのかなみたいな感じだったんですよ。で、その後なんか玄関のドアがガラガラって、引き戸だったんですよね。で、ガラガラって開いた音がしたんですよね。で、見に行ったら開いてないんですよ。もうすーで、あー帰ってきたんだねってなんかみんながこう言ってたっていうのがあるんですよ。あとね、なんかそれが一番大きな、なんかこうそういう不思議な体験なんですけど、あと前勤めてた会社で、そこ の経営者の方が亡くなったんですよね。で、その後に仕事してたら、真冬だったんですけど、なんか結構大きめの蝶々なのかな、ガナなのかな、なんかが入ってきたんですよ。なんかドアのところから。私すごい嫌いなんでね、そういう類がいやーとかって言ってたんですけど、それなんかパーッとまた帰っていったんですよね。真冬にあんなのいるのみたいな感じでだったんで、もしかしたら見に来たのかなっていうふうにも思ったんですよね。その2つぐらいですかね、なんか不思議な体験したっていうのは。あ、もう一個あった。もう一個あるのは、うちで飼ってたペットのうさちゃんが亡くなった後に、走ってる足音が聞こえるんですよ。ペットが動物の足音、そうそのうさちゃんが走る足音が聞こえるんですよね。1ヶ月ぐらいは聞こえてたような気がするんですけど、そうでもなんか亡くなる前は本当にね、病気でぐったりしてて動けなかったけど、体軽くなったんでしょうね、きっとね。で、なんか夜になるとなんか走ってる音が聞こえて、わー走ってるわーと思ったことがあったんですよね。総裁先生のところもうさぎちゃんを飼ってて、で亡くなった後に、ベッド の、右側から左側にぴょんぴょんね、飛んでたっていう話を聞いなんかされてましたね、前にね。愛着があるんですね、やっぱり ね。今のね、足音の話、動物だったんですけど、ペットだったんだけど、つい最近聞いた話で、やっぱり3件ぐらいそういう話聞きました。で、一緒に住んでたお父さんが亡くなって、2階にいつも寝てたらしいんですね。それで亡くなって、それで亡くなった後になんか2階がもう走ってる足音がする、誰もいないのに走ってる足音がして、それで2階だったから下に降りてくる足音もするんですって。で、その方は下にいたんだけど、それであれって思って、なんだろうと思って、なんか水飲みに来たのかな、台所の方にこう足音がしたらしいんですよ。それで行ってみたらいなくて、それで、ああこういうことなんだ、あこれって昔の人はそういうことを言ってて、って。で、あともう一つはやっぱり親類の本家の
うん、両親というかおばさんが亡くなった時、そこの長男の人が、まあ、1週間ぐらいあの2階で走ってる、うん、足音がするって、人間でもだからあるんだなとか思ってね、うん、あの何回もそういう話聞くから、うん、だからそれが霊的なもので、うん、やっぱりね長かったって言ってました。あ、老人ホームに行って亡くなって、うん、やっぱりということと、あとそうですね、今蝶々の話が出てきて、うん、不思議なんですけど、私はもう目の当たりにしたことがあるんですね。でいとこの子が千葉に住んでて急にいなくなっちゃったんですよ、心筋梗塞で。でまだ50代だったんですけど、それであの、うん、お葬式に行ったりで、四十九日の時にあのまた法事で呼ばれて行ったのね。そしたら田舎の古いお寺で、そこで、まあ、あのパイプ椅子にみんなが座ってこう法事お寺でやってて、それで写真じゃないお骨だ、お骨を置いてこうみんなあの、うん、なんだっけ、焼香するんですよね、うん、それで私の前にご家族があのいらした、ね、お子さんが3人と奥さんが、それで焼香ずっとしてした後にまたあのお経が始まって、でその時にね、なんかねあの、その家族のところがそこで一段で、あと親類がこっち でどこからともなくねアゲハチョウが飛んできたんですよ。そしたらあの不思議で、右にいる親類の方たちがはーって笑顔なんですよね。で来たっていう感じで、でアゲハチョウがこう飛んできて、で私の前にいる家族の子供たちのところを3人の子供たちの座ってるパイプ椅子自体にシューッと横にアゲハチョウがこう行くんですね。それで奥さんが一番右側に端っこに座ってたんで、奥さんのところに来たらしばらくパイプ椅子のところに止まってて、スーッと奥さんの背中自体にずーっと上がっていくんですよ。それでまたこう降りてきて、それでその後自分のお骨がある前のところに行って、でそこでいるの。それであの親類の人たちはあの来たねとかなんか言ってるんですよ。それであの自分のお骨のところに行って、そしたらまたこうどこからともなくね、またスーッと行ったんだけど、消えたのかなんだか分かんないような、途中で見えなくなったのね、そのお寺のこう、うん、境内というかそこのところで、あ、不思議なことがあるんだなと思った。もうしっかり目の前で見てて、その蝶々もねアゲハなんだけどあまり見かけないようなもので、そうしたらやっぱり昔の人たちはあのそういうのいろいろ見てるんでしょうね。だから来たよみたいな感じで、だから蝶に形を変えて魂が入って、だから本当にすごい、なんかね、あ、本当真実なんだなっていう、魂が残るっていうのはね、なんかすごい、うん、のものを見せてもらったような気がしましたね。今回お話しした死の前後の出来事という不思議なお話は、Are you happy の2024年10月号に5つぐらいいろいろな方のお話が載ってますので、ご興味のある方はアユハをご覧ください。本日もありがとうございました。